あの方が橋で橋であそこを橋があそこに刺さって亡くなったので橋墓だな。ほんまかいな。どんな橋やろ。すぐ行きたいねんけどもな、こっちやな。橋中南です。ここが今日左の行ったら、あの大神神社の前を通るので、あそこが混むんですわ。あの道が混むからこれ作ったと思うねんけどもな。神社の大鳥居、鉄骨の大鳥居、あんなんは鉄骨しかよつくらんわな。寝口あるやろな。いや、日本にはもう材料ないん違うか。お、そろそろ見えてきましたよ。えら早いな。30分かからんねんな。15分で寝て今41分やからな。信号を右に曲がります。で、ずっと行ってドンキを越えて左に曲がります。これが JA の SSサービスステーションの指か。その前にやるのはイオン桜来店になるんかな。
矢印あるんかな、この信号。あったのに上がるのか。上だって読み方は上下の上上書いて上の章。左にドン・キホーテ、ドンキさんがあります。それを左折、ドン・キ越えて左折。カメラちゃうわ、ビッグなんちゃら、やっぱり海洋軍やな今から。
たいな歩き方するな。おばちゃんかあれ。中学生やろ。これが近鉄か JR か。あ、近郊観光になってます。これは近鉄やな。近鉄っぽいな。耳なし第5号踏切やっぱり近鉄の車両です。青山町行き急行。青山町とはあの青山高原、青山高原やな。メナードってあったはずや。もう広いのが昔行ったな。メナード青山っていうあれが名前で、そったら前の踏切は JR。 これなんや、貯水池か。ジャンボシジミの赤い卵は壁面にいっぱいついてます。あれ食べられへんかな。ちょっと醤油好きにしていくら、いくらの半値ぐらいで。にやっても買う人がおらんやろな。止まっていきましょう。よっしゃ、朝から一つ善行をしました。なんか甘ったるい香り。何屋さんや。これか。ハッピーハロウィン。ハロウィンっていつや。何でもかんでも外国のを取り入れて。物販屋さんとかもろもろ
それで売り上げ上がるわな。この道をまっすぐまっすぐ右に曲がっていくと大房観音に行けます。その手前に藤原京跡があります。信号の向こうや。あれがうねび山です。これ左曲がったらかぐ山に行けます。その辺、あの山がこんもりした丘がかぐ山です。天のかぐ山。やっとれんな。あれが耳なし山。この前キバナコスモスのどこやどこや。まだや。そろですせ。ここや。ここ。もう彼岸花は終焉です。毎度ここですわ。日陰があって椅子があって。
こで今日は珍しくコンビニでおにぎり買ってきました。今10時58分到着。